浄水セット、逆浸透2型は、陸上自衛隊の広報支援部隊に配備されている、水道施設のない場所での飲料水の作り水を行う受品化装備である。従来の浄水セット、逆浸透型では淡水しか処理できず、災害時に土砂の流入で淡水が使用できない場合や倒処部など、淡水が不足する場合には、海水も浄化する装置が必要とされた。そのため、 2010年度の開発機、2013年度の量産機とも NEC ファシリティーズが落札し、2014年度に装備化された。本セットでは、淡水だけでなく海水、ヘドロの堆積した沼地、汚染水を含めたあらゆる水をろかして飲料水にできるようになった。また、引く摂氏30度から摂氏60度までの外気温で運用可能。 3.1、ニトントラックの荷台に発電機と浄化装置、ポンプやホースなどの必要機材が固定されていて、水源さえあれば電源がなくても浄化できる。なお、トラックで行けないところには、大型輸送機やヘリコプターで輸送して運用できる。国際平和協力活動や災害派遣で活用される。野外水具や野外入浴セット、野外手術システムと合わせて使用すると、 大きな効果を発揮する。ABNEC 技法、144ページ、ABNEC ホームページ、1ページ、ABNEC ホームページ、3ページ、ABNEC 技法、145ページ。ありがとうございます。